戻ってきました。荷物を出してきました。これでこれから帰ります。ここはですね、あの大和のこう千葉県松戸市なんですけど、大橋センターとか、あとどういう名前があったかな、実り台センターじゃないな、あごめんなさいね、大橋センターは間違いないんだけど、宣伝になっちゃってもいいから言いますけど、ここはね、あの窓口の人がいい人が揃ってんですよね。どんな時間に来てもあのなんかあの運送屋さんですから、あのまああんまり言うと問題になるけど、まああんまりえってあの思うこととか嫌な気分になったりすることとかあるんですけど、ここの大和運輸大橋センターはね、あのいる方がとてもあの感じがいいです。私はそう思ってます。で今これ走ってるのは、国道464号線です。464ですね。あの昔は国道じゃなかったんですけど、いつの間にか国道に格上げされまして、まあちょっと夜だから周囲の景色とか見にくいですけど、片側一車線ですし、とてもあの広くない、とても狭いって言いそうになりましたけど、広くないに言い方を改めましたが、そういう国道です。でこれあのまあ、私は手前で曲がっちゃうんですけど、ずっとあの、高塚交差点を通り越して、高塚交差点というのは県道51号線との交差点かな、交差かな、そこあの通勤路で私よく動画前アップしてましたけど、そこを通り越して、一瞬市川市とかにもなるのかな、大町とかがあのずっと先にあるんですけど、それまでの手前の部分って、まあ、松戸とか市川ってあの梨が名産なんですね。特に松戸かな、なんか台風の被害とかで前あのテレビでも放映されたことありますけど、梨の産地なんです。で、ここはあのその国道464号線はあの通称梨街道っていうんですよね。近く通ってる6号線は水戸街道とか言いますけど、そんなことがあります。ここは今秋山の駅の近く、秋山もここ5年ぐらいで急速に発達しましたね。あの駅前はコンビニもなくてロータリーしかない地下の駅で、駅前は何もないんですけど、今あの左側はドラッグストアありますし、さっきちょっと手前には100円ショップとか、洋菓子屋さんとか、あと、レストランですね、ファミリーレストラン、そういうものがたくさんあります。秋山ですね。 家も結構あの住宅もですね、あの大きな敷地の広い大きな家が多いんです。そういうコンセプトでなんか町を組み立ててみたいで、あの辺だけとかはその道もちょっと広いんですよ。あのオートバイがすり抜けることができるぐらい広いです。まあ、あんまりすり抜けちゃいけないんですけどね、危ないですから。まあこれちょっとパチンコ屋さん、パチンコ屋さん、また私パチンコとかやんないんで、明るかったり広かったりするのはいいと思うんですけど、コロナの時はこんなにその夜8時とか過ぎちゃうと車、今もだいたい8時なんですけど、車がこうすっかり いなくなっちゃって、夜中みたいになってましたよね、あの緊急事態宣言の時とか。今すっかりそういうのも超えてると思います。で、あのアルトのことをお話ししようと思ってるのにすっかり違う話になっちゃいましたけど、またあの明るい時あの内外装とかの動画も撮
撮ってみたいと思ってます。で、あの、私このアルトは欲しくて欲しくてしょうがなくて買ったんじゃなくて、ちょっとつなぎなんですよ。それまであの SS30 ですよね、あの初期型のアルト、2サイクルのアルト、あの乗ってたんですけど、あのもう音がうるさいのと、ノーマルマフラーなくてワンオフチャンバー使ってたので音がうるさいのと、あと燃費がすごい悪かったんですよ。あの昭和のあのハイソカー時代の車の燃費みたいな感じで、まああんまり長距離とか乗らなかったので、あの影響がないって言えばそうなんですけど、この、 あの今乗ってるアルト 24S は通勤で普通に走っても、私のマニュアルなんですけど、それでも、リッター16か17ぐらい走ってますね、通勤で。で道路は今走ってるこんな感じのところで、あの前のその乗ってたツーストのアルトは3分の1ぐらいに近かったですよ、燃費が。だからちょっとそれはね、あのまあそれが嫌になったわけじゃないんですけど、あの音が近所迷惑だったりとかね、あのそれで乗り換えることにして、私あの古い車が好きでいろいろ乗ってきたんですけど、 360cc とかも、今興味があるのはやっぱりその 360cc 時代の車だとちょっとやっぱ調子が悪いことが多かったので、私が今狙ってるのは550です。そのツーストのアルトも550だったわけですけど、まあ非常に調子は良かったわけで、そうですね、今狙ってます 550cc です。で、あの最終 のフロンテってあるじゃないですか、あ前はあのアルトが4ナンバーでフロンテが5ナンバーだったんですけど、あのフロンテですね、フロンテがちょっと欲しいなと今思ってます。で、あの今ちょっと前はあの一時車3台とか持ってたこともあるんですけど、今はまあちょっといろんな事情があって、スペース、青空スペースのこととかですね、あって、1台に絞ろうと思ってます。まあ、ちょっと今日は本当にたわいのないまた雑談みたいな話になっちゃったんですけど、お時間を取っていただいた方、何話すんだろうなんて、お時間取っていただいた方には本当に申し訳ありませんでした。ちょっとずつあの話す内容とかもですね、こう絞ってというか、あのちゃんとまとめていけるようにしていきたいと思います。それではまた。